ゲロンディ、はい、DX001 のシダ。はい。前後、遊ぶ。遊ぶ。はい。前回、長さを長くした時の、はい、まあ、スピードの変化を撮らせてもらったんですけど、はい、まあ、今回は、まあ、長くできるもそうですし、うん、ヘッド重量もいろいろ変えられるので、はい、その辺をこういろいろ試しながら、はい、なんか遊んでみようかなと、はい、遊びながらも僕のセッティングをもう決めるなんか、はい、見つけてみようかなそうですね、はい、なるほど。じゃあという感じです、ね、早速、はい、いきますか。001をロフト、ハイロフトの方がいいのか、ローでしたっけ、 HT と LT どっちがいいのかなって結構悩んだんですよね、はい、もう帰りがけ、東京に帰るときずっと考えながら多分結果的にはあの LH でしたっけ、はい、LT だ、うん、LT の方が良、かったんですけど、どうなんだろうなと思いながら。これ日野達也ですよ。そう、そこなんですよ。 LT って日野達也じゃないですか、うん、こっちじゃんと思ってるけどでも結果的にはうん、LT の方が良かった気がするんだよな。そうですね。でも僕やっぱフェイス面がこう見えないというか、うん、やっぱロフト立ってると見えない分、うん、こう見たがってんなっていうのは自分でも思ってるんですよね。はいはいはい。まあ、今日いろいろそれも含めて、はい、もう一回シダできるっていうのは、そうですね。めちゃくちゃ僕は嬉しいです。はい。これ 46.75 です。はい。僕にとっては頂上です。でロフトは 10.5 度。10.5 度。はい。はい。DX001HT。で、ウェイトは今 7g が入ってます。はい。はい。今日はこの辺もたくさんいじって。そうですね。はい。毎回毎回僕がシダしてますけど、僕があんまりいい結果が出ないっていう疑惑が。長さで、うん。本当は長くなるといいはずなんだけどな。やっぱ捕まるな。はいはいはい、うん、ちょっと左、はい、安定してる、安定してる同じボールが出てる。振りやすさとかはその 重たいとか軽いとかなんかあります？ああ、若干今使ってる自分のクラブより重くは感じます。重い？重く感じます。ああ。ただシャフトが長い分そういう風に感じるのかな。うん。ちょっとボワンってくる感じあります。はい。もうちょっとこうシャープになってもいいのかなーっていう。うん。うん。はい。じゃあちょっとあれしましょうか。重さを軽くしてみましょうか。はい。この今 46.75。これがスタンダードの長さですか？そうです。46.75、47.75、まあ、一応 45.75 もあります。短いタイプ。おー。まあ一般的にはもう 45.75 が、まあ、だいたい今通常の普通の長さですよね。はいはい。若干1インチぐらい長いってことですよね、今。そうですね。はい。木田さん、慣れましたね。カチャカチャ。ちょっとずつ慣れてきました。今、ウェイトを7g から4g。はい。はい。ちょっと軽くしてみました。じゃあ、打ってみます。ああ、こっちの方が振りやすい。全然振りやすい。でも飛んでない。スピンがちょっと多かったですね。うん。球高いですもんね。ちょっと球が高いんだな。お！おお。いい球になった。はい、いい球。まだ高いですね。球が高いね。はいはい。ちゅうことは、はい、これをもちろんロフトを立てる方向に
前回 の、はい、あのこのテラーメイドさんかなんかの時、はいはい、僕まだ慣れてなかったじゃないですか、はい、でうまくカチャってやってないのがあったじゃないですか、はい、あれが一番飛んだやつですよね、はい、あれを販売店さんの店員さんが見ていて、はい、あのちゃんとカチッっていうまで閉めてくださいって注意されたんですよね他社さんから、ね、はい、練習しました、はい、他社さんから、池田さんは怒られました。あ、店員さんね、店員さん、販売店の店員さんからマジでちゃんとカチッっていうまで閉めれるように言ってくださいってうちの営業マンにそう注意受けていや、ありがたいですよ、見ていただいてると思うんですよね。そうですね、見ていただいてる、はい、皆さん気をつけてくださいね、はい、なのでそれからもうちゃんとカチッっていうので、はいはい、カチャカチャって聞こえましたよ皆さん、はい、カチャって入ってますからねおう、おう、高さ変わんないですか。もっと低い方がいいですよね。そうですね、悪くないけどスピンがちょっとやっぱ多いかな。うーん、スピンを減らす。でもあんまり打ち方を変えない方がいいですよね。そうですね、あ、やっぱ今ちょっと意識的にスピン低めというか、あ、でもなんか飛んだ、でもそうしたんですけど 277.4 いつもの振り方ではないですね今。ああ、うん、じゃあもうちょっと立ったヘッドの方がいいってことなのかな。やっぱそうなるとそういうことですね、HT じゃないってことですかね。そういうことですよね。そうすると今の打ち方も悪くはないんですけど、はい、多分タイミングが間違えたら、はい、チーピン出ると思うんです。縦、こう、ロフト立てながら振ってるんで、多分普段はあの振り方が怖くてできないですね。なんかやっぱクラブでロフトが立ててもらった方が、はい、いつもと同じ振り方の方が、はい、安心して打てるかもしれないですね。これ逆にしてもらってもいいですか ?HT と、あの、LT を、名前を。逆に。僕が使う方は HT にしてるんで、一応ハイトラジェクトリーとロートラジェクトリーなんで、そっちなんですね。そうなんですよ、ハイとローなんですね。ハイとローなんです。達也日野かどうかってそういう問題じゃないじゃないんですよね。違うんだ、はい、そっちだと思ってたで今このヘッドがリアルロフト、はい、まあニュートラルで7度なんで、はい、それを今プラス1度にして8度になってます、はい、8度でヘッド重量と会は一緒。はい、あ、うん、なるほど。ちょっとやっぱロフトが立ってる分、うん、こうフェイスを見に行ってますね僕、うんうん、だからちょっと突っ込み始めてますね。でも高さはまあ 25.6 だから、まあ、そこそこ普通に高さは出てます、はい、出てますね、はい、球はいいんだけど気にしない。これはいいよ、うん、ああ 266.7 高さはちょうどいいですね。ちょうどいいですね。 28.7 ヤード、スピンも2680だから、うん、まあまあ、なるほど。もう一回これ HTに戻して、これってフラットとかできたんでしたっけ？フラットできます。フラットにするとどうなるんですか？あ、やっぱ変わりますよ、球筋。フラットしたら、HT の一番ロフトが立ってる方向にしていただいて、はい。フラット。フラット。そして、プラス、あ、まずそこやりましょうか。あ、でもフラットは、あれだ、ロフト 10.5 のフラットになっちゃうんだ。ああ、なるほど、立ててフラットはないんです。そうですね、一方向だけ。一方向だけ。これ今フラット、これがフラット、ロフト 10.5 とフラット、はい、ちょっと今当たってないな、ちょっとミスショット、はい、あ、そう、低いね、球がすごい低い。こ
これもダフったな。飛んでるけど。飛んでます。270ヤード。あ、うんうんうん、まあまあ。これ長さ短くしてみます？そうですね。これってこのまま逆に今軽くしてたじゃないですか。重くするとどういう球になるんですか？いってみましょうか。うん。重くしたらどうなんだろう。ちょっと極端にやってみますか。はい。で、これもフラットじゃなく、はい、10.5 にしてもらいたいですね。普通のアップライン。あ、10.5 じゃなくて、9.5。そうです。普段、普通、一番ノーマルポジションって何ですか？あ、もう、9.5。10.5。10.5。はい。にして、一番重く。はい。わかりました。12g。12g。はい。だいぶ重いですね。さっき 4g でした、ね。さっき 4g。普通、ウェイトが重くなってくるとどうなんですか？ちょっと、右側にで捕まりにくくなるんですか？まあちょっとヘッドが遅れやすくはなるんじゃないですかね。重いですね。でもちょっとこう捕まり気味だから、ちょっと逃げていいのかな。方向はちょっと軽いフェードになってますね。あとはでもボールがやっぱ上がっちゃってますね。うん。球が高い。うん。高いな。うん、高い。球が高いな。これでロフトを立てるんだね。そうですね。でも今のよりはやっぱすごい重く感じます。8グラム重かったんですかね。だいたい多分さっきの4グラムが入ったぐらいで、はい、ちょうど今の自分のドライバーと同じぐらいの重さな感じしますね。はいはい、自分がいつも D1 ないかっていうぐらいのところなんですよね。はい、C9 か。そのぐらいなんで、僕結構ヘッド軽い方が。もともと軽かったんですね、あれね。はい、あ、でも飛んでるな、うん。飛び始めてるな。今そんなに当たり良くなかったんですけど。ああ、でもこっちの方がやっぱロフト立った分飛んでますね。そうですね。なんか、僕から思うのはロフト、LT より、LT の方が飛ぶかもしれないですけど、うん、HT の方が、僕はやっぱこう、フェース面が見えた方が、安心感が。安心感、打つときにこう、突っ込んでいかなくて、こう、合わせられ、はい、合わせやすいんで、はい、この HT でなんか、いろいろいじって、飛ぶとこ見つけたいですね、これ。ちょっと、シャフトの長さを短くしてみますか、はい、じゃあ、ウェイトは12グラム。はい。そのままで、シャフトの長さを 45.75。75。9.5 となった。9.5。はい。はい。HT。で、ウェイトが12グラム。そして、ロフトが1度マイナスにして、9.5 度。こちらで打ってみます。で、シャフトの長さが 45.75。短くなりました。いい感じですね、今。いい感じでしたね。うん。やっぱり、そのぐらいの長さの方が落ち着きます。はい。それでもまあ長いんですけどね。長いんですけど、今までの。ちょうどいいぐらいだと思います。ああ。なんか逆に、今まですごいもっと短くしてましたけど、はい。これが、さっき長いの振ってたせいか、ちょうどいい。でも長ければ長いほどスイングスピードは上がりますもんね。スピード上がります。
方向は完璧よ。あははは。うん。フェード。フェードも打てる。それでもうちょっとこう、なんていうの、シャープにしたかったら、少しヘッド重量を落としていくと、もうちょっとシャープになってる。まあ、正直、ヘッドは絶対重いなと思いました。ああ、重いよ。そうですよね。これをもうちょっと落としていただければ、多分僕が見えてたのは、これでヘッド重量を落としたら、なんかいい球出そうな匂いはしました。ちょっとずつ落としたってことですか、はい、それとも極端に最初落としてってことですか。いや、ちょっとずついきますか。ちょっとずつの方がいいですか。ちょっとずつって何グラムずつあるんですか。今12じゃないですか。12の次が9、9が3グラム落としてくらい。9グラムいきますか。